はい、なにわです。動画見ていただいたと思いますけども、春屋さんで、楽しいお酒と、ご飯をいただきまして、楽しんだ後はですね、今日はですね、打って変わって、油壺のキャンプ場に行きます。油壺ってなんかあの、以前はあの水族館があったところなんですけど、その跡地で、キャンプ場が今年になってオープンしたということで、行ってみようかと思います。木更津なので、金谷港からですね、富津の金谷港から、対岸の栗浜、の方まで、いわゆる横須賀の方ですねの方まで、フェリーで、渡りまして、それでまあ油壺に向かおうということで、今木更津で、富津側というかね、房総半島側の金谷港から、今栗浜の方に今出港しました。初めて乗るフェリーですけど、今日はね天気もいいし穏やかだし、波も穏やかね、最高ですわ。これから、向こうの、これ三浦半島なのかな、いわゆる横須賀の方ですね、あの栗浜の方に行きまして、そこから油壺の、キャンプ場に向かいたいと思います。結構ね、栗山からねキャンプ場まではねすごい近いんですよね。最高ですね今日は。それではまた後ほど。車サイトに、ね、車が行けるサイトなんで、今説明聞いたらこの真正面の門が閉まってるところ、そこでまず一旦待ってて受付、今この真正面の今この、建物のところで受付をするという形ですね。でまずこっちに来て、この門の前で止めて待っててくれてので今から受付行くという形ですね。水族館すごいな。なんだっけ。完全にもう目の前。今日のスペースはこのスペースでホタル。だからこの芝生のところで。本来はキャンプをやるんだよね。京急油壺温泉キャンプパークに来てます。今年の1月にオープンしてらしいんですけども、ただもうもともと水族館なんで、もうまだ今でもすぐオープンできそうな感じで、なんかまだ隣もなんか隣にはなんか動物がいそうな感じですね。動物っていうか水族館だから動物いないか。ちょっとご案内ちょっと一周しましょうかね。このゲートから来るんですよね。それでここが水族館のいつも多分受付っていうか、まあメインだったと思うんですけど、ここがね、ゲート場っていうかゲート群れっていう感じで、まあ、要するに受付ですね。で車は一部入れる、あの入れて行けるとこもあるし、今日は何話はそのとこ借りてますけども、でそこからの場合はここからゲート開いて、案内してくれますね。でこれが水族館ですね。水族館というかあのキャンプ場の入り口ですね。油壺のこのなんていうんですか、水族館時代には結構神奈川の人だったら来てるみたいですね。
うちのね、うちの今瀬谷の近所に住んでる姉もですね、油壺の水族館を子供たち連れてきたって言ってましたですね。ですね、こういう感じね。こっちあれが江ノ島かな。江ノ島が見えるね。え、どことはじゃあこっちが真ん中、大山、丹沢連山、成城バイパス、富士山もこれ真正面見えるで、箱根山、対馬、天城山、江ノ島。明日の朝はどうかな。なんか明日の朝ちょっと見てみようかね。